サランフッティー城の遺構、サランフッティーン城は、シリアの北西部にある、中世の城である。ラタキア県の中心都市ラタキアから30キロメートル、ハッファという町から7キロメートルの場所にあり、山岳地帯の中の両側が崖になった尾根筋に、立地し、森に囲まれている。遅くとも10世紀中央にはここに城塞が、築かれていた。 ビザンツ帝国のヨハネス一世チミスケスが975年に当該城塞を手に入れた。ビザンツ帝国は1108年までこの城を支配した。12世紀の初頭、フランク人がこの城により十字軍国家の一つ、アンティオッキア公国の主張とした。十字軍騎士は城を大幅に拡張し、城を現在ある姿にした。1188年に、 サラーフッティン IUB のムスリム軍が包囲し3日後に陥落した。1287年にもこの城をめぐって包囲戦が発生したが、この時は公ともにマムルーク軍人であった。2006年にユネスコはサラーフッティンの城と十字軍騎士の城を世界遺産に登録した。城の遺跡はシリア政府が管理している。サラーフッティーン城前景。 サラーフッティーン城は、ラタキアの北東、約 25km のシリア沿岸山地の中に位置し、最寄りの町はハッファである。ポリティカルコレクトネスの観点から、この城は、サラーフッティーンの城コル、アットソラル・ジ寺院と呼ぶべきとされている。その理由は、歴史学者のヒュー・エヌ・ケネディによると、この城が、アラビア語では、シオンの丘を意味する、 サフユン・サヒューンと呼び習わされているためである。ビザンツはこの城をシゴン・シゴンと呼び、ビザンツから城を奪ったフランクはザオヌ・サオーネと呼んだ。1135年時点のレバント、十字軍国家は赤十字で示されている。サラーフッティ城のある場所には、遅くとも十世紀中央にはすでに城塞が築かれていた。ハムダン町アレッポのアミールサイフッタウラが、 知られている限り最も古いサフユーンの支配者である。975年にサフユーンの支配者は、ハムダン朝の支配者から、東ローマ帝国のヨハネス一世一ミスケスに移った。その後の1108年に十字軍が、ラタキアの街をビサンツから奪取しているため、サフユーンの支配権も、この頃までビサンツにあり、十字軍のラタキア占領と、時を、 同じくして十字軍に移ったものと考えられている。サフユーンは第一次十字軍の結果誕生した十字軍国家軍の一つアンティオキア公国の属国を構成し、最初の君主はおそらくレプラのロバートであったとみられる。資料によるとロバートは遅くとも1119年にはサフユーンを支配していたことがわかっている。ロバートの子孫は1188年までサフユーンを 引き続き支配した。ビサンツ帝国時代の城塞を囲むように十字軍式の城を築いたのはおそらくロバーとかその息子のウィリアムである。当地に21世紀現在に残る遺跡のほとんどはこの時代に構築されたものである。十字軍の城はほとんどがその防備を西洋羽根騎士団やテンプル騎士団といった軍事教団に頼ったのであるがサフユーンに築かれた城は 数少ない例外の一つになったことで知られている。1188年7月27日、IU 部長のスルターン・サラー・フッティーンとその息子、ザーヒル・ガーズイーが、ムスリム軍を率いて、サフユンに到着した。サラー・フッティーンは、ムスリム軍を二手に分けて城を包囲し、自身が率いる主力を城の東に面した高台に、工場兵器と共に布陣し、壁が、 他の場所よりも低くなっている城の北側にザーヒル、ヒキーる別蔵台を待機させた。城は、その後2日間にわたって、工場兵器から投擲される、重さ50から3 0 0ラムの石により、大きな被害を受けた。7月29日、サラーフッティーンは突入の合図を出した。ザーヒルが城の西側に隣接する、城下町を吸収すると、住人たちは、 城の中に逃げ込もうとした。ムスリム軍は城と町の間の堀の存在には気づいていたが、城の北側の掘削工事が完了していないことには気づいていなかった。住民たちの動きを見て、それを知ったザーヒルは守備よく城壁を乗り越え、木内の兵団まりを蹂躙した。城の守備兵はドンジョンに退却した。彼らはその日のうちに身の白金と引き換えに命は、 助けるという交渉に応じ、降伏した。ケネディは、サフユーンが堅固な要塞であったにもかかわらずわずか3日で、陥落した理由について、守備側の兵力が少なく、反撃用の工場兵器も持っていなかったからと、分析している。内部の様子、サランフッティーンは、サフユーンとブルゼーの2乗を、配下のアミールマンカワルに与えた。その後、2条は、マンカワルの子孫に受け継がれ、 1272年にマムルーク町のスルターンバイバルスに譲渡された。1280年代にはスルターンカラーウーンと意見が対立したアミール・ソンコル・アシカルがサフユーンに逃げ込んだ。ソンコルはサフユーンを行政の中心にして治療の反独立状態を保った。1286年末から1287年初ごにかけてカラーウーンは 性的の勢力を圧迫し始め、ソンコルの独立も認めないこととした。カラーウーンは、配下のアミール・トゥルン隊に命じて、サフユーンを包囲させた。トゥルン隊は、ソンコルに、今降伏すればスルターンはきっとお許しになると、降伏勧告をした。これを、ソンコルが拒絶、包囲戦が本格的に始まった。しかし、サフユーンによる、ソンコル軍が持ちこたえられないことは、 まもなく、双方にとって明らかになり、ソンコル軍は4月に降伏したその後、サフユンはマムルーク町の行政区分場、タラーブルスの町に管轄される城になった。少なくとも14世紀末までは、マムルーク軍人の支配する王国の一部として、サフユンは重要であり続け、繁栄を謳歌した。ハマーのアミール・アブル・フィダーの著書には、サフユンに隣接して、 街が建設された旨の記載がある。しかしながら、それからさらに数十年、時代が下ると、サフユンには人が住まなくなった。2006年にユネスコはサラーフッティーン城空クデシュバリエと共に世界遺産登録した。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。サラーフッティーン城はラタキアとアンティオキアを結ぶ。 通称路を訳する要所に位置し、長さ700メートルにわたって平行して流れる二筋の渓谷に挟まれた尾根の上に立つ。この尾根は東の大地に接続する。ビザンツ人は城の東の接続路を遮るように城壁を築いて要塞化した。城壁は不規則に屈折し、何か所かに側面攻撃用の塔が立っている。 尾根のふもとにあたる城壁の外側には集落があった。ビザンツ時代に自然石をくり抜いて構築された堀は幅14メートルから20メートルで156メートルの長さにわたって城壁に沿って伸び、跳ね橋が設置されていた箇所では28メートルもの高さがある。この砦の最も素晴らしい部分は露出した岩盤まで掘られた深さ28メートルもの堀である。 おそらく、ビサンティン時代に掘られたとされるが、完成したのは十字軍の時代とみられる。掘りは、城の東に沿って156メートルにわたって伸び、幅は14メートルから20メートルあり、これを渡るのは高さ28メートルの岩の先頭に、支えられた羽橋のみである。城門は、鳥出の南にある。門の右は十字軍の作った、両歩と守備塔があり。 数メートル先には別の守備塔がある。堀を見下ろす大きな見張り塔のすぐ横には馬屋と貯水槽がある。この見張り塔の壁は厚さが5メートルもあり、敷地面積はおよそ24平方メートルである。北にはかつて跳ね橋のあった縄文がある。鳥で中央にはビサンティン時代の城塞があり、中には大きな水槽十字軍が作ったあずまや ビザンティンが作った二つの礼拝堂のうちの一つの隣に十字軍が作った教会がある。アラブ人が砦に追加した部分にはカラーウンの時代のモスクや中庭などのあるフロが作られた宮殿などがある。これらは少しだけ修復されている。サラーフッティーン城をさらに詳しく知るための発展資料。ありがとうございます。